変な奥さんよ。どうも、私、変なゲームの実況を担当する、変なゲームお姉さんこと、変なゲームお姉さんです。久しいな。ごめんね、みんな、アカネ殿がやってるゾンビゲーの動画を期待してたんでしょ。残念でした。変な紫の動画でした。着せ替えとスケベ中華バイオの内容なんて忘れさせてやるんだから。というわけで始まりました。あなたの奥さんよ。ええ、このゲームはそうですね。変なゲームなので。動画の尺が、ちょっと、短い。なので、尺稼ぎに今から5分くらい、瞑想とか取り入れてもよろしいでしょうか。ダメですね。このゲームの仕組みが全然わかりませんが、クリックしたところにカラフルな丸が集まってくるようで、ただいま派手にみんなの元気を分けてやってるところです。貯金貯金。そうして貯まったお金を、人は、あげ貯金という、貯金貯金。なんだか何もしてないのにお金が貯まっていってるわよ。これが、積み立て兄さんの力なのかしら。てかさっきから踊り狂ってるこの女は何？止まった？うわぁ！フィーバー、フィーバーしてるぞこれ。練習中の講義。うおぉ！これであなたも不死だったぁ。ええ、これが私のなりわいです。おかしいでしょうか。いや、ハゲ貯金いい感じに溜まってきた。これ押すとどうなるの？マップが変わった。いや、そんな上等なものじゃないでしょう。背景が変わった。それだけよ。いや、踊り狂ってんな、この女。誰なんですか？あなたの奥さんよですって。え、奥さんこっちじゃないの？あなたが奥さんにするなら、清楚かギャルか、どっちですか？え、私、変な清楚ギャルですがいいんですか？突然ですが、時間とは、有限なんです。特に、私たちのような社畜系動画投稿者にとっては本当にシビアなの。なのにどうして、ホラゲなんてやらずに、こんなゲームをやってしまったんでしょう。巷ではサイレントヒル2が流行っております。超がつく有名タイトルじゃないですか。みんなあれやってますよ。どうして私たちはやらなかったのか。近道は遠回り。急ぐほどに足を取られる。始まりと終わりを直線で結べない道が、この世にはあります。迷った道が、私の道です。麦 100%、大分麦焼酎、二階堂、よっしゃ決まった。さていつまでこの変わらない景色を眺めてるんだってね。左にあるのはどうせこの踊り狂う女のドレスアップ項目でしょう。まあみんな気になってるでしょうから見てやるとしますか。じゃあまずヘアスタイル。お前かい。ハゲ貯金の半分近く使ってヘアスタイルを購入しなくちゃならないの？高くつくなぁもう。おひげもあります。でもな、上が生えてないのに下を生やしたところでな。そしてやはり毛に関するアイテムが高いんだ。次の項目は、ヘッド。ヘッド？これヘアスタイルと何が違うんだ？教えて、教えておじいさん。うわぁ、フィーバー来ちゃう。ああ。各アイテムが200円均一なんだ。やっぱこうしてみると毛に関するパーツは割高よね。もう、お金のかかる奥さんなんだから。ちなみに女の方は1000円もします。その割には色違いスキンって程度かしらあまり魅力を感じません。今日は結婚記念日かもしれないですから。奥さんにはプレゼントをあげて、愛を伝えなきゃいけないわ。はいこれ。あなたが欲しがってた口ひげ。どうかしら。詐欺か？ああ、今フィーバー結構です。毛根が死滅してるからかしら、ひげが生えないみたい。金返せ。他にも買ってみるわ。お金はまだまだあるから。金返せよー。おい、女、一旦踊るのやめろ。隣の奴に私のお金持ってかれてんだよ。あんたどんな気持ちで踊ってんのそれ。なんだよこのゲーム。変な奴しかいないじゃないか。ジャケットだけなぜか反映されました。おかしいな。製品版では、いろんなコスチュームで遊べるみたいなんだけどな。そこには、もはや、ハゲの姿はありませんでした。ハゲの姿はありませんでした。